ジャコモアントニオ・ペルティジャコモアントニオ・ペルティはイタリア正規バロック音楽の作曲家。もっぱらボローニャで活躍し、その地で60年にわたって、教会学長を務めた。音楽教師として、ジュゼッペ・トレッディやジョバンニ・マルティーニらを輩出。ボローニャ出身。幼少期から、早熟な学祭を発揮して、チェンバロとバイオリンを習い、後に、対位法を学んだ。17歳までに、 宗教曲の作曲をはじめ、ミサ曲やモテット、マニフィカトを残す。1678年に最初のオラトリオと歌劇を作曲。パルマ滞在中にジュゼッペ・コルソの訓導を受け、1680年代から1690年代にかけて作曲された。詩編章の大半はコルソの作曲様式に影響されている。その後ベネツヤに行き、 おそらくオペラの一つが同地で上演されたらしい。1690年にボローニャに戻り、聖ペトロ大聖堂の教会学長職に就任。1696年には聖ペトロニオ大聖堂の教会学長職に着任、94歳で没するまでその地位にあった。ペルティは、実り豊かな長い生涯において宗教曲や歌劇の多作家として名を挙げ、 結出した音楽家として、同僚だけでなく、王公貴族からも認められた。そのような支持者に、メディチ家のフェルディナンド三世や新世ローマ皇帝、レオポルト一世並びに、カール六世イラがいた。全部で二十六の歌劇のうち、現存するのは、ごくわずかである。ペルティは、書簡の中で、カバッディア、チェスティ、ルイージ・デ・ロッシラの戦術様式に影響されたことを、認めている。 しかしながら楽器法と二重章や対戦率の用法はかなりの独自性を示している。宗教曲はさらに数多く、120曲の詩編章、五54曲のモテット、28曲のミサ曲、83曲のベルセットなどがある。世俗音楽もふんだんに残し、142曲の室内カンタータや、草草の楽器のためのソナタや、シンフォニアもある。 ありがとうございます。